猫みなこです。今から愛車のさくらんぼの点火プラグの交換をしていきたいと思います。普通のプラグは400円なんだけど、高級なイリジウムプラグにしてみました。このイリジウムプラグは2200円ぐらいします。かなりお高いプラグです。点火プラグって何かわからない人はちょっとわかりやすく説明すると、まあ、エンジンが動く仕組みは混合気、このガソリンと空気を混ぜたものに点火プラグがバチバチっと火花が飛んでガソリンに着火して爆発してエンジンが動く仕組みになっています。じゃあ今からプラグの交換をしていきたいと思います。まあ、さくら号の場合はここにプラグの点検口の蓋があります。この給油の蓋開けてこうすると外れます。これが、まあ、この辺がエンジン、まあ、これがシリンダーヘッドになります。で、プラグのコードはこれです。これを外していきましょう。よいしょ。これがプラグコードです。これが点火プラグです。プラグを外すにはこれが必要です。プラグ電池という工具が必要です。外していきましょう。さくらちゃんの
古いプラグが外れました。汚いですね。イリチウムプラグに変えます。にイリジウムプラグが装着されました。で、元通りにプラグのコードをはめましょう。のコードもはまりました。で、この点検口の蓋を閉めましょう。ちゃんとエンジンが回るかエンジンをかけてみましょう。警告灯異常なしです。じゃあエンジンを回します。